あの結局九州も本州も全部四国の従属国なのね。だからやっぱこいつらから資源を吸い取って四国が大きくなるような発展のさせ方していこうってことで、この辺のあれだな、鉄鉱石から鋼鉄作るか、あ、石炭もあるな、ちょうど良い。こっからバス、バスっていうかトラック、四国は大きくなるよ、そりゃ四国は大きくなるよ。今のサイズが小さすぎるだけよ。四国はこれから大きくなる、物理的にも多分大きくなる、知らんけど、トラック駅を置きますよと。こっちもトラック駅置きますよと。荷降ろし停留所はここに置きますよ。よし。で、道路発着場を置きますよして、よいしょ、置きまして、ルートからここ、行ったり来たりさせる。いやでもそれはダメだな、微妙だな、多分微妙だ、なんか無駄に時間かかるだけになっちゃう。四角形でループ、四角形でループ、意味がわからん。あ、こうやってぐるぐるさせるってこと？いやでもそうするとこの鉄鉱石持ったやつが石炭のところ行ってわけわかんなくなるよ。それはだから鉄鉱持った状態で石炭のところ行くとか、石炭持った状態で鉄鉱石のところ行くっていう、あの謎ムーブするから絶対意味ないと思う。ここはそうだな、40代、20代和歌山石炭、もう20代を和歌山鉄鉱石。よし、これでごっそりいけるでしょ。稼ぎは出る、稼ぎは出て、でここから鋼鉄自体を欲しがっているお客様はいないんだよな。ああ、商品まず作らなきゃいけないんだろうな。これだ、本当にここで鉄鉱石使いたいから、どっかでプラスチック作らせよう。オイル、どっかでオイル出てねえかな、もう一箇所。石油が湧いてるところがないな。それ日本だからな、石油は湧かないはずなんだけど、ゲームのシステム上どっかで湧くはず。あ、徳島もここにあるな。でも原油がねえじゃん。あ、原油あるじゃん、ナイス、最高だね、徳島最高じゃん。ここだわ、ここの徳島油田から徳島製油所をして、製油したら会場でここで美馬化学プラントで作って、で作ったのをこっちに回すと、あ、四国で全部住むな。本州本州仕事して、うちらだけでなんとかなっちゃうよ。そうだな、本州仕事しないバグだなこれ。ここに行って路線を作る。徳島オイルでしょこれは。みんな四国をね侮りすぎなんですよ。徳島オイルって昔もなかったっけか、まあいいや。徳島オイルに、車両発着所作りまして、ゴンゴン突っ込んでいい台数は。オイルってすげえ生産量だから、これ20台いける。でも距離短いからな、距離短いから20台だと埋まっちゃうかな。いや、この距離で鉄道使うとめっちゃ赤字だからね、多分赤字になると思う、近いから。で、ここで油を作って、あ、むしろここ鉄道使おうぜ、これはいいでしょ。この距離は多分稼げると思う。あ、そんなに距離変わらん、いや、そんなことない、結構距離変わる。ここはね、しかも平地も多いし、ここはじゃああれだね、貨物鉄道を使ってみっか。確かに何も鉄道を使ってないんだよね今のところ。貨物のターミナル、気合と気持ちだけで、そう合ってるじゃん。で、線路を通す前にこっちに置いちゃって、こうでしょ。で、路線を立てよう。いや、トンネルで金かかるんだけど、線路をつなぎやすいっていうのが一番大事なのね。このゲーム全然線路つながんねえから、これでトンネルで金はかかるけれども、ほら、よーし、つながった。で、新しい路線、美馬から徳島で、線路を、じゃ、電車を出す列車発着場をこの辺に作っておいて、いや、踏切大丈夫だよ。シティスカと違ってね、渋滞になんないから、そんなに大して渋滞になんないし、渋滞になったところであんま困んないからいいの。徳島プラスチック工業株式会社にします、ここ。路線の名前。よし、これで車両買ってやろう。車両は、そんなにね、長くなくていいと思うんだよね。まず、可愛い路線がいいな。PV。T タイプ1。V タイプ1。
そんなにいっぱい弾けなくてもいいんだよな。 GV かな、 GV 君に頑張ってもらおうかな。ロシア鉄道 GV 君に乗ってもらって、で貨車貨物で、これ届けるのは油、油を届けるからタンク貨車かな。タンク貨車を、これで7、14、21、28、50個ぐらいでもいけるかな。49個かな。うわやば、200万ドルもするわ。200万ドルの電車買っちゃったよ。徳島プラスチック工業株式会社でルートで、徳島プラスチック工業株式会社の徳島側で満載出発。さあ新しい線路、違う電車来ましたよ。あ違うな、機関車な。僕トーマース。いやーいいね、このさタンクまたいいね、おしゃれだねこれ。おお、なんかいっぱい、あおっさん久しぶりおっさんよかった、いつものおっさんに会えたわ。こっちはどんぐらい、いやーやっぱ満載にするにはさちょっと足りねえな、てか馬車足りなくね、これ全然馬車足りなくない？ 20 頭しかいないのダメだわ。もう20行っていいな、これ。アジアの平台に20、もう20行っていい、これは。もっと油を運ぶんだ、おめえら。もっと運ばないと、ほら、会社が潰れちゃうよ、ほら。頑張れ、働いて。もう牛乳みたいに運ぶね、これね、ほら。牛乳の缶がついてるみてえだ。さあ、本社はどうなったかな？たまには本社見てやらないとさ、ここか。もう本社見失ってたしな。うん、会社スコア7。7。うん、まあいいでしょう。線路総数2キロ。2キロしかないの？そうだ、もっと遠い。いや、道敷き直す必要はないんじゃない？あ、太い砂利道にすっか。それはありかもしれない。いや、待ってよ。いや、意味ない。こいつのだって最高時速があるだろう。多分馬車の最高時速出してるから無理だよ。意味ない。馬車だって、20キロまでしか出ないから無理。これがマックスよ。一番頑張ってる。これ以上頑張らせられない。ディープインパクト以外は20キロ以上出ない。ディープインパクトは48キロまで出る。昔の偉い人が言ってた。そうやって。なんか今度もみじクソ余ってきたな。これ、もう一個船買っていいな。出汁はどうなのこれ。正直。止まっちゃってんの？あ、止まっちゃってんな、これ多分。待ってるね。これ出汁路線、やっぱ一つでいいんじゃねこれ。行ったり来たりさせよ、これ。たぬきうどんの出汁から、一ついただいてきて、タヌキもみパン海上輸送部にぶっ込むと。こっちの方が多分いい。彼らにとっていい。200個溜まってたからな、今。もみじが。さ、化石の悪い路線はいるか？路線統計。じゃじゃーん。よいしょ。あ、なんか一つだけ赤字の人がいまーす。和歌山市来たんだって。マジか。なんで？他はもう全部黒字だね。スクント線もいいし、もみパン淡路もいいし、一番稼いでいるのはこれだ。徳島プラスチック工業株式会社。これでもタイミングによるだろうな。あ、でもこれもだ。丸亀だしお届け便も結構稼いでるね。でもやっぱ船ラインが総じて収益高いかな。あと石油路線だな。あー、満載出発忘れた？一旦ちょっと見に行くか。いや、満載出発してるね。ちょっと見に行かなきゃわかんねえな。はい、現地視察に来ましたよーって。あれ？いや、なんなら石炭クソほど溜まってるんですが。何が起きてる？遠いのかな？純粋、あ、渋滞が巻き起こってるね。降ろすのに時間がかかってる。そういうこと？鉄が割り込んでくっからいけねえ。なるほどな。オッケー、わかった。理解した。鉄が、石炭さんが待ってるのに、鉄が割り込んでくんすよ。ああ。それは良くない。順番は守ろう。守ろう、順番。はい。これでいいんじゃなかろうか。うん。そう、これ、降車場だからこうなっちゃうんだね。これで多分問題なくなると思う。これでまたさらに良くなる、ね。収入も100万超えたね、120万。122万だって。だいぶトラスポーの神舞い降りてきてるわ。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら、動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あと、Twitter で配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画は、ご覧の方々の提供でお送りしました。